はい、皆さんこんにちは。アイキャドの桜井です。本日は2イコール1が成り立つよという証明について紹介したいと思います。ただですね、どう考えても2イコール1が成り立つなんておかしいじゃないですか。なのでですね、これから紹介する証明はある間違いが含まれておりますので、その間違いを探してみてください。それでは証明に入っていきたいと思いますが、まず A イコール B とします。この両辺に A を掛け算すると、左辺は A の2乗、右辺は AB になりますね。そしてさらにこの式の両辺から B2 乗というものを引き算しますと、左辺は A2 乗引く B2 乗、右辺は AB 引く B の2乗となります。ここで、左辺右辺それぞれ因数分解しますと、左辺は2乗引く2乗の因数分解で、カッコ A たす B、カッコ A 引く B と因数分解できますね。一方右辺は共通因数の B でくくり出しますと、 B カッコ A 引く B となります。ここで A 引く B という共通の数が出てきたので、両辺をこの A 引く B で割り算しますと、この A たす B と B だけが残るので、このようになりますね。ここで A イコール B だったということを思い出していただきますと、こちらの A が B に置き換わって、 B たす B イコール B、 つまり 2B イコール B という式が導かれます。よって両辺 B で割り算しますと、2イコール1というふうにこちらが示せるのですが、皆さん間違いに気づきましたでしょうか。この証明のどこに、誤りがあるかと言いますと、実は、この式からこの式に行くときに、両辺 A-B で割っているところに問題があります。というのもですね、よくよく考えてみると、 A-B ってこちらの関係式から0になりますよね。なのでここからここの操作ってのは0で両辺割っている、0割り算しているということになります。この0割り算というのは実は数学ではしてはいけなくてですね、なぜかというと定義されていないからです。思い出していただきますと、小学校の算数ドリルなんかで、例えば何々かける何々とか、何々割る何々というのをひたすら計算した覚えがあると思うんですが、その中に何々割る0というのは絶対出てこなかったと思います。じゃあですね、なぜ0で割ってはいけないのかということについて解説したいと思います。それでは0割り算が定義できないということについて考えてみたいと思います。なぜ定義できないかと言いますと、例えば b 分の a という値を考えたときに、これというのは bx イコール a の解と同値になりますよね。つまりこの式を x について解いたら x イコール b 分の a となりますが、ここで b イコール0としますと、こちらから 0×x イコール a となりますよね。この時にもし a が0だった場合っていうのは、 0×x イコール0よりこの x という値は不定、つまり0に何を掛け算しても答えは0になるという意味で、 x が1であってもいいですし、100であってもいいですし、マイナス 2.3 とか何であってもこちらの式が成り立つので、 x が1つに定まらないということになります。一方こちらの a が0じゃない場合においては、 0×x イコール0じゃない a という値という式になりますが、これは不能と呼ばれるもので、これを生み出す x は存在しません。先ほど言ったように、0に何を掛け算しても答えが0になってしまうので、 0×x という掛け算が0じゃない a という値になるということはありえませんよね。よって x がないという不能という解になるのですが、この1番と2番の両方の場合を考えてみたとしましても、この b が0、つまり0分の a という、0割り算という値は答えが定まらなかったり、答えがなかったりといったように、ある一つの値が求まるように定義できませんという意味で、0割り算は未定義である、ということになります。高校数学なんかは、0割り算を含むかどうかという前分けをするという状況も出てきますので、このことを念頭に置いていただければと思います。本日は以上です。ご視聴ありがとうございました。